勤め、ご苦労様の方たち、今日ね、働く人たちが休む日なのに働いている、ジュリちゃん、ご苦労様です。こんなもんで音がよろしいですか。
まさに、ね、今本当に紅葉の季節で、なかなか紅葉に行けないんですけれども、あの町はじゃないか、紅葉は山ですね。山に行きたいのこと思いながら、なかなか紅葉に行けないんですが、友達のいろんな写真のアップを見て、いいなと思いながら、ちょっと一曲目、オータムリブスからお届けいたしました。来月はね、もう12月になると、こう私1年中で一番クリスマスが好きなんで、ワクワクドキドキするんですけれども、これから1ヶ月間、ルンルン気分でサンタさんを待ちたいと思いますが、12月にね、よく歌われる曲の中から、ディズニーのナンバーかな、ピノキオさんのナンバーから、ウィッシュコマスター
るに、音楽っていうのはいろんな音からできてるんですけども、たった一つの音でもね、音楽ができるって、なんかマイクの変わったかな、それで欲しいですThank you.
こちらキーラーボさんでも何でもね、歌わせていただいて演奏させていただいて毎回楽しい、ライブをさせていただいております。前にも来ていただいてありがとうございます。この後ちょっと若干セカンドの間にねセッションタイムを設けたいと思いますので、前回同様ぜひぜひ素晴らしい歌を歌っていただきたいと思います。他の方ももしねご参加いただけたらなと思います。なんか私声枯れてます？ちょっと顔枯れてますね。なんででしょうね。顔もそうかな。歌いすぎ？飲み足らん。あ、飲み足らんなんですね。このちょっとハスキーボイスで、この曲をいきたいと思います。ちょっと
とうございます、チュニジアの夜というね、今日はキーラーグの夜でございますが、お届けいたしました。それでは、ファーストの最後の曲になります、少しお時間をいただいてちょっとセッションタイムを入れさせていただいて、またセカンドありますので、ぜひぜひ、しばらくね、その間はゆっくりとしていただけたらと思うんですけど、ファーストの最後の曲、別れた彼よ私のところに一回戻ってきてっていうね、ラバートン・トゥーニWe'll be right back.
そう。これでさ、こっちの方じゃねえ。Thank you.
私がね、それを1回検索したらバーッと出るじゃないですか。それが全部その順番に削除してから開くんですよ。いつもそれがトリガーだよ。そうやと思いますね。これは写真ちゃう。写真とはあのラバス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 そうだと思う。Thank you.
セカンドステージなんですけれども、まずは1曲インスタをお届けいたしました。そして、今日ちょっとここでセッションタイムということで、前回もね、
参加いただきまして、すいません、まずは自己紹介から素敵な歌をね、歌っていただきます。すいません、一曲だけ歌わせてください。非常に、素人なんで、たまに皆さんにうまく伝わらないかもしれませんが、一生懸命歌います。タカと申します。よろしくお願いします。もう一方、ぜひご参加いただけるということで、ありがとうございます。皆様拍手を。すいません、申し遅れました。ひろかと申します。よろしくお願いいたします。今日何のセッションをさせていただこうかなと思ったんですけど、まあ、パッと見女性の方がちょっと、たくさん多いかなということで、松田聖子さんのスイートメモリーズをちょっと歌ったら、はい、ということで、歌わせていただきます。痛みだわずっと
ぜひあのお聞きいただきたくよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ひろかさんですね、今度の日曜日お時間ございましたらぜひキーファーをお越しください。素敵なお二人にもう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。かっこいいスイートメモリーね、素晴らしいですね。でここから私歌いたいと思います。では最後に贈り物をお届けしたいと思います。 The Gift。
次の曲はね、ちょっとしんみりとしたボサノバを一曲。How insensitive、別れたね、男と女の曲ですけども、女の方はもう別れた。あとはね、何を今更言うのよ。でも男の人はなかなかこう未練があるというね、そんな恋物語、How insensitive。My one and only love.
準備が。
どうもありがとうございます。誰の誕生日かなと思いながら答えてましたけど、自分でした。めでたく60になりますので、今後ともまたよろしくお願いします。ありがとうございます。村さん、楽器出るから、なんかまるで動けないよ。僕はまだもうちょっと、もうちょっとだけ。もうちょっとだけ。ハッピーバースデーね、迎えていただけたらと思いますが、では来月が12月ということで、1曲だけ気の早いクリスマスソングをお届けしたいと思います。私も大好きな The Christmas。You make the season bright.
スが迎えられますように。こんな素敵な曲の後にメロディーラインは素敵ですけれども、詩の内容は不倫かいなみたいな、吉田美奈子さんの、ナンバーから1曲、時を聴いてください
席なんですけど、あのね、まあ、いや、いや、フリーの歌やからあんまりこう語るといかんなって、では、ハンナのラストソングはこの曲なんですけども、今日も行ってきたいと、行ってきたいよね、行ってみたいと思いました。Into my life。
可愛らしくなくていいですよ。いいです。皆さんよくご存知の、これは、あ、いい、多分小さいお子さんは知らないかな。でもあのエヴァンゲリオンとか、あとはなんかいろんなね、なんかアニメのやつのこうテーマソングだったり、フライミートゥーザーもお届けしたいと思います。
前邪魔にならない。